魚。海辺の小さな村に漁師とおかみさんがいました。二人の住まいは古いあばら屋で、着ているものも古くて継ぎだらけです。が元気で仲良く暮らしていましたから、あばら屋には笑い声があふれていました。ある日のこと、仕事に出た漁師は金の魚を釣り上げました。なんと珍しい魚だろう。漁師は魚に見とれました。朝日を浴びた魚は眩しいほど輝いています。お願いです、どうか逃がしてください。ビクに入れようとした魚が言うのを聞いて、漁師はますます驚きました。魚に話しかけられるなんて初めてのことです。代わりにあなたの願いを叶えてあげますから、どうか逃がして。魚は繰り返します。わかったよ、魚は十分に釣ったことだし、金の魚など硬くて食べられそうもないからな。さ、どこへでも泳いでお行き。漁師は魚を放してやりました。自由になった魚はキラキラと光りながら青い海に隠れます。すがすがしい気持ちで漁師は家に帰りました。お前さんはまあなんというお人よしなんだろう。漁師の話を聞いたおかみさんはカンカンになって怒りました。金の魚なら市場でどれほど高く売れたか分かりやしない。それを逃がしてやったばかりか、願いを叶えてもらうこともしなかったなんて大損だと文句をつけるのです。魚は嬉しそうだったし、私は気分が良かった。それで十分じゃないか。漁師の言葉はおかみさんに通じません。さっさと海へ行って金の魚を呼び出しなさいよ。願いを叶えてもらうんです。どんな願いかね。決まってるじゃありませんか。私はあばら屋ではなく、ちゃんとした家に住みたいんです。確かにあばら屋だが、雨も風も防いでくれる家だよ。私たちにふさわしい住みかだと思うがね。ブツブツ言わずに行きなさいよ。気弱な漁師はおかみさんに叩き出されるようにして海辺に行きました。願いは何ですか？さっきよりも少しだけ暗くなった海に浮かんで金の魚が尋ねます。おかみさんが家を欲しがってるんです。戻ってごらん、願いは叶ってますよ。本当だろうか。首をかしげながら戻った漁師が見たのは素敵な家でした。玄関があり、居間があり、寝室も台所も客間も浴室もあります。芝生を敷き詰めた庭を囲むのは白い塀でした。おかみさんは上機嫌で料理をしています。新しい台所のピカピカの鍋でシチューを作ってみたかったんだよ。漁師は何も言わずに居間のソファーに座りました。ソファーはふかふかでしたが、居心地はよくありません。あばら屋の古い椅子の方が良かった。魚の匂いが染みついていたものな。漁師はそっと思いました。何日かするとおかみさんが言いました。家なんてケチくさいものを願うのはバカだったわ。せっかく何でも叶えてもらえるんだから、もっと大きな願いにすればよかったのよ。お前さん、海へ行って魚に言っておくれ。
私を女王にしてくれって。とんでもないことだよ。漁師はびっくりして答えました。女王になったら国を一つ治めなければならない。漁師のおかみさんでしかないお前にそんな仕事が務まるものか。心配する暇があったら海へ行きなさいよ。行って魚に頼むの。私を女王にするようにってね。おかみさんに追い立てられた漁師はすごすごと海辺に行きました。願いは何ですか？黒ずんで波も立っている海に浮かんだ魚が聞きます。おかみさんが女王になりたいと言うんです。低い声で漁師は言いました。お帰りなさい。願いは叶っていますよ。前にあばら屋があって、次には素敵な家があったところに来た漁師は立ちすくんでしまいました。石の城門がそびえ立つ城を囲んでいます。城門を守っていた兵士が漁師を見た途端に敬礼しました。王様のお帰りだ。門を開け。先導の兵士が叫び、釣りの道具を捧げ持つ兵士が漁師の後ろからついてきます。やめてくれ。私は王様なんかじゃない。ただの漁師だ。言っても無駄でした。兵士たちは足並みを揃えて行進します。囚人のようだと思いながら漁師は城に入りました。中ではお揃いの制服を着た召使いたちが漁師を迎えます。ご機嫌うるわしゅう王様。女王陛下がお待ちでございます。召使いたちは身をかがめて漁師を案内しました。広い部屋の真ん中におかみさんがいました。どっしりとしたビロードの服を着て、頭には金の冠を乗せています。座っているのは銀の椅子で、前には机がありました。ご署名を陛下。こちらには玉璽を陛下。次々と差し出される書類におかみさんはサインをしたりハンコをしたりしているのです。額に浮かぶ汗を見つけるたびに、進み出て拭うのは侍女たちでした。突っ立ってないで手伝ってくれたらどうなのさ。呆れている漁師におかみさんが言います。いけません、女王陛下。ご署名は陛下がなされなくては正式な書類にはならないのです。玉璽も陛下自らのお手で押されなければ効果がございません。侍女たちが注意します。ハンコなんか誰が押そうが同じじゃないかね。ブツブツ言うおかみさんを侍女たちは睨みました。どんなに嫌なことがあろうと女王は文句を言ってはならないのです。国中で一番偉い人は国中の誰よりもたくさん働かなくてはなりません。それでこそ女王なのでした。もうたくさんだよ。女王なんてやっていられない。サインも反抗しも退屈で飽き飽きしたよ。ようやく一区切りついたところでおかみさんは漁師に言いました。海辺行って金の魚に頼んでおくれよ。私は神様になりたいんだ。神様になればこの世を自由に動かせる。太陽を昇らせたり沈めたり、人間を生かしたり殺したり、思いのままさ。さぞかし面白いだろうからね。お前はまあなんということを言い出すのだ。ガタガタと震えて漁師はおかみさんを戒めます。神様になろうなんて考えただけでも罰が当たるぞ。余計なことを言わずにさっさと言っといで。私の命令に背いたやつは処刑する。首をちょん切ってやるさ。女王なんだからね。兵士が現れて敬礼しました。
海辺までお供します、王様。断る。漁師は手を振って兵士を追い払うと、一人で歩いていきました。海はどす黒くうねっています。波がゴーゴーと逆まいて、砂浜に不吉な模様を描いていました。漁師は後悔していました。おかみさんをつけ上がらせたのは自分だと思ったのです。あばら屋で十分だ。人間はみんなそれぞれの器量に合った暮らしをすることが一番の幸せなのだと言い聞かせたいのに、口下手で言葉にできなかった自分を責めもしました。けれども手遅れです。私たちにはあばら屋の暮らしがちょうどいいんだよ。私が魚を釣って、お前が料理をして、平和に楽しくやっていたじゃないか。私はお前が好きで、お前も私を好いてくれた。あれでよかったのに。おかみさんを愛することはもうできないと漁師は思いました。金の魚に願いを伝えたら、もう二度とおかみさんのところへは帰らない。どこか別の村へ行って一人で魚を釣り、一人で料理しよう。決心すると少しだけ気が軽くなりました。願いは何ですか？暗い海に飲まれそうになりながら、金の魚が尋ねます。おかみさんが神様になりたいというのです。これが最後の願いです。私はもうあいつの言うことは聞きません。魚はキラリと光って、何も言わずに深い海の底に消えました。長い間漁師は待っていましたが、金の魚は二度と現れません。海だけが怒り狂っていました。激しい嵐に吹き飛ばされそうなあばら屋で、おかみさんは泣いていました。神様になるどころか、何もかもが振り出しに戻ってしまったのです。一体どこをうろついているんだよ。早く帰って金の魚に頼んでおくれ。神様になることを諦めるから、世界一の大金持ちにしてくれってね。あばら屋が飛ばされて行き、ぐしょ濡れになったおかみさんは泣いて泣いてわめいてわめき続けました。けれど漁師は帰ってきませんでした。